はい、こんばんぽっぽんぽっぽです。今日は、タバコの代用品として野草タバコ、松葉タバコのことをお話ししようと思います。今日実際にするのが、切りたての松葉。これが、日陰干しした、乾燥した松葉。これが、松葉の新芽を乾燥させたもの。これがそれにまあついてくる松ぼっくりの赤ちゃんですね。それを乾燥させたもので、これがよもぎを乾燥させたもの、新芽です。この4種類を、一度作ってレビューしようと思います。まあ、こういうふうに、巻紙と、フィルターを別で買ってます。こういうのは Amazon とかでも売ってます。特にスローバーニングっていう燃焼剤が入っていないもの、これをおすすめします。燃焼剤が入っていると雑味が増えて余計に体に悪いものがたくさん出るので、白い紙ですね、特に。まあ、白い紙は燃焼剤が入っていることが多いです。いわゆる普通の市販されているような、紙のパッケージに入ったマイルドセブン的な、まあ、マイルドセブンじゃないかな、メビウスかな、ああいうのも燃焼剤が入った巻紙なので体に悪いです。で、もちろん、タバコ葉自体も農薬がかかっておって添加物が入ってて、まあ体には良くないです。まあ、体、タバコを吸って体に道がまあよくわかんないけど、まあタバコは肺がんの可能性を上げるっていうので言われてますが、本当はどうなんでしょうね。で、こういうふうに巻いて自分でタバコを作ります。では、これを吸っていきます。切りたては特に乾燥していないので燃えにくいです。でも香りが爽やかで、吸いやすいかな。爽やかな香りがします。まあ、ニコチンは入ってないですが、燃やすとタールが出るので、まあ、それは感じますね。美味しいです。全然、普通のタバコと遜色がない感じはするね。全然普通に吸えます。ただその新鮮なので、燃えにくいから毎回毎回火をつけないといけないっていうのはあるけど、燃焼剤が入ってない巻紙は、勝手に消えちゃうんで吸い続けないと。タバコをやめたい人はこういうタバコに切り替えてもいいと思いますよ。美味しい。はい、続いて乾燥させた松葉を切っていきます。乾燥させると何がいいかっていうと、まあ火のつきは良くなるよね。でもその分乾燥させると、成分が揮発しちゃうので、乾燥した木の枝とかを燃やすとものすごいね、線香みたいな匂いがすると思います。だからちょっと線香的な匂いがするかもね。いつもね、こういうふうに松葉だけとかいうタバコは僕は吸ってないので、いつもブレンドしてるんで。
先行感すごいアップしたね、やっぱり。これはこれで美味しいけどね。こういうふうに乾燥させるとよく燃えるから、タバコ感がすごいアップするな。カラッとした。辛みができる。まあこれは結局吸ってみないと分かんないから、でも吸えるから実際にやってみるといいですよ。では次は、新芽の方いきますね。はい、では新芽。と、夏ぼっくり。僕が売ってるの大体 950mg ぐらいのグラムの、ミリグラムじゃない、950g ぐらいの、松の新芽を販売してるんだけど、タバコに換算したらもうすごい安くつくと思うけどな。うん、ああ、また味変わるな。うん。枝感が増えるな。ちょっと酸味が増えたな。辛い。やっぱ枝入れると辛いな。新芽といってもやっぱり周りに樹皮がつくので燃えると辛めやね。で、油がすごいんでこういうふうに燃えてしまう。もっと細切りにしないと難しいな。ただの枝をポンって入れただけやから。吸えてない。ちょっと新芽の枝はこれか。まあ、細かく破砕して袋に入れといて、それを袋に詰めるみたいな、紙に詰めるみたいな感じでいつも吸ってるので、こういうふうに棒では吸ってないからね。これは吸えないわな。中にすごいね、樹脂が、透明な感じで残ってるのね。これがよく燃えるのよね、松ヤニってやつやね。ではちょっと松から離れて、次は松から離れてヨモギの方がありますね。ヨモギはね、もうこれ単品でもすごい美味しい。新芽なのですごい香りが強くて、
タバコをやめれない人、タバコを何度もやめようとして、まあ、僕もそうやけど、何度もやめようとしてるけどタバコをやめれないよっていう人たちは、いや、そうすればええよ。ああ、よもぎ卵がひょっとしたら多分一番うまいかもな。やっぱ乾燥させると、よもぎ自体に裏に起毛があってよく燃えるのよ。もぐさの代わりになるから、これだからよく燃えるってことは煙量が増えるから、タバコ感はすごいアップするね。で、香りが葉っぱ、うん、ちょっと葉っぱ感やっぱあるよな。喉にグッて締め付け感が来る。あんまり置いとくと喉がちょっとヒリヒリするかな。香りはタバコというよりもお香に近いかな。松葉は線香っぽい匂いをするんだけど、ヨモギはちょっと海外のアジアチックなお香みたいな香りになる。で、ヨモギの煙っていうのは虫除けになるみたいで、まあ実感はしたことはないけどね。で、もちろんタバコじゃないので、そういうタバコ臭い煙ではない。うん、ヨモギの煙はいい香りやね。うん、うんうん、ヨモギ単品でもええかも。ちょっと松葉を戻るか。連チャンで吸うと喉が痛いな。うん、いいですよ、野草タバコ。まあ、ヨモギと、松葉以外にもいろいろあるので、まあ、うちは野草茶としてブレンドしてるやつをそのままタバコに転用してたまに吸ってるけど、別に吸えるからね、それ。1日僕はタバコ吸うのが、前のね普通のタバコ吸ってたのが、まあもうしばらく普通の市販の紙パッケージのああいうタバコを買ってなくて、こういう巻きタバコをずっと吸ってたんだけど、まあ1日10本程度、10本から20本でもな、まあ、この小さい細巻きのやつで吸ってるぐらいの、そんなにヘビーな吸い方はせえへんタイプなんだけど、まあこれを吸い始めて、まあ1、2本やはね、これを吸っても香りを楽しむのと喉の痛みを楽しむみたいな感じやね。うん、そんな感じでタバコを今吸ってるから、まあ1日1、2本ぐらいかな。夕ご飯の後に吸うぐらいで、めちゃくちゃタバコ吸って減ったよ。で、やめようと思ったら多分やめれもんね。ほんまにたしなむ程度の吸い方だから、うんうん、全然安く収まってる。まあ僕の場合はヨモギとか葉っぱは全部タダやから、自分で取ってるから、やってみるといいですよ。では。